張中野の駅は、大阪府大阪市東住吉区駒川5丁目にある、近畿日本鉄道南大阪線の駅。駅番号は、F 0 5、東住吉区のほぼを中心に位置する。大正時代に、新旧市の中野家41代目が、大阪鉄道の開通に尽力し、そのお礼として1923年の開通時に、新旧院の最寄り駅の名前を、張中野のにしたと言われている。 現在も駅名は、針中野のままで、地名としても残っている。相対式2面2000ホームを持つ、高架駅で、ホーム有効長は6両である。改札、コンコースは2階、ホームは3階にあり、改札口は1カ所のみである。2018年11月13日における1日、乗降人員は9275人である。近年における1日乗降、乗車人員は、 下評の通りである。駒川商店街なお、廃止された南海平野線の中野停留場も、本駅の近くに所在していた。大阪市営バスの張中野駅停留所があり、赤バス、東住吉北ループ、東住吉南ループが走っていた。2013年3月31日をもって、廃止された。北港観光バスの路線バス、西田編無理割再線が、 は中なの駅付近を経由している。ABC 曽根悟る、週刊歴史で巡る、鉄道全路線大手私鉄3号近畿日本鉄道に、朝日新聞出版、週刊朝日百貨2010年8月29日、26から27ページ。ISBN 978から4から02から34万133から4。同書では、開業時の駅名の表記を、 針中野駅とする、ハット ABC 近畿日本鉄道、最近20年の歩み、1980年、105ページ。平成19年4月1日から、近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります。近畿日本鉄道。 h t t p w w w k i n t e t s u j p スラッシュニューススラッシュファイルズスラッシュ i c c a r t 2 0 0 7 0 1 3 0 p d f 2 0 1 6年3月3日閲覧大阪市東住吉区公式サイト東住吉100物語058中野の針大阪市2012年10月14日閲覧 ab 駅の情報張り中野、近畿日本鉄道、2021年4月11日閲覧。近鉄時刻表2018年3月17日ダイヤ変更号 P、P70P87、遠隔、中央サービス、P2、2021年6月21日閲覧。駅物上工事に南大阪線、近畿日本鉄道大阪市統計所。 大阪府登懸念館大阪不登懸念館大阪府登懸念館大阪不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 登懸念館大阪府登記念館大阪不登記念館2014年4月1日に日本上タクシーによって開設され2016年7月1日から 国交観光バスに引き継がれた。ありがとうございます。